はい、ベトナムで設計事務所をやっているサムキと申します。僕の建築家のキャリアはちょっと特殊で、大学にずっと勤めていた経験がありまして、大学東京理科大学という大学に大学院ドクターコース助教と、あと新商品講師の1年間全部合わせて15年東京理科大学小島研究室というところに所属していました。それで、2009年にベトナムに渡越して今10年経って、この事務所をずっと続けている状況です。事務所の規模は割と小さな、大体7人から8人ぐらいの大きさの事務所になるんですけど、まあ、小さいものから大きいものまで、インテリアから都市計画あるいは大規模な開発まで含めていろんなプロジェクトを今させていただいています。はい、ベトナムですね。もともと東京理科大学の小島研究室のところではいろんなプロジェクトをやっていまして、まあ、その中でもベトナムのプロジェクトがいくつかあって、そもそも日本でベトナムのプロジェクトをやる経験があったんですね。一つはハノイモデルというハノイのプロジェクト、もう一つはホーチミン建築大学というコンペに買って、ベトナムで仕事をするという、まあ、そのプロジェクト自体は止まってしまったんですけど、そう機会があって、もともとベトナムにつながりがあったんです。で、2008年の状態で、2008年に、助教の任期が終わって、4年間だったんです。それが終わって、で、いざ自分が何をやるかっていうふうに考えたときに、4つオプションがありまして、1つ目は、アカデミックな道、つまりどこかで教職を得る。もう1つは日本で、東京で自分の事務所を作る。3つ目は小島さんの事務所に呼ばれてたので入る。で、4つ目は、ボチョンギアというベトナムの建築家がいるので、彼が呼んで誘ってくれてたので、海外に出る。で、その中で一番誰もやってなさそうなチャンスがあるんじゃないかと思って、誰もやってなさそうな4つ目を選びました。当時、2008年なんですけど、もうリーマンショックの影響で日本の経済がボロボロで、なんか自分でなんか事務所を作る、東京で事務所を作るというのにリアリティを全く感じれなかった。そんな折、何かこう新しいものをチャレンジしたいという気持ちが、まあ、これを後押ししてくれたのはボスである僕の師匠である小島和弘さんが、やはりこうこれから僕らの世代は海外での仕事をしていくべきだということを常々おっしゃっていて、まあ、それが何か後押ししてくれたということも大きいと思います。でもなもんで2009年ですね、2009年の年末にベトナムに来ているので、今年の年末でちょうど10年ということになります。はい、まあ、ベトナムに来た2009年以降ですね、ボーチョンギアの事務所に2年間ぐらい在籍してパートナーとして活動しました。その後、ベトナムで独立をして、名前は一回変わったんですけど、その後に SDA、サムキ大輔アーキテクトという私の事務所の名前で今、設計事務所を行っています。事務所はすごく小さいんですが、まあ、大きなものから小さいものまで、いろんなプロジェクトとも、特に住宅のプロジェクトがすごく多くて、なんだろうな、海外の中でもベトナムが非常に今ホットで、建築的にもすごく注目されているのは、個人住宅がすごく建てられやすい環境なんですね。というのは、例えば中国とか台湾とかって大きなビルとか大きなマンションの開発はあるんですけど、戸建て住宅の開発というのはあんまりない。その中で、まあ、ベトナムとか東京もそうなんですけど、小さい戸建て住宅がすごく盛況で、我々もその中のベトナムのお客さんのお仕事として結構戸建て住宅を、まあ、戸建て住宅とかアパートとかそういうものもやらせていただいています。まあ、チャンスがあればいろんなものにチャレンジしたいと思ってるんで、今現状では
7人のスタッフで、10個以上のプロジェクトがあってポテンシャルが5個ぐらいペンディング、まあでも10個あるうちのペンディングが多分 4,5 件ペンディングになっているので、まあ、日本と違ってベトナムではものすごくこうプロジェクトが止まりやすくてですね、今契約しているプロジェクトの中でも半分ぐらい止まって半分ぐらい動いている、まあ、でもいつ動き出すかわからないような状況なんですけど、まあ、とにかく、日本と違うのはものすごくチャンスがある。だから毎週電話が鳴るという、電話が鳴るってなかなかもう、ね、東京ではないと思うんですけど、まあ、とにかくいっぱい建てたい人がいてニーズがすごくあるので、まあ、そういう意味ではすごくなんだろうな、面白い、建築家にとっては面白いような環境だなというふうには思います。私たちの事務所のお施主様は基本的にベトナム人の方ばかりで、ほとんど日本人の方とかはいらっしゃらないんですね。別に避けてるわけではないんですけど、たまたまそういうふうになっていて、まあ、ベトナム人かあるいは外国人の方も、お仕事させていただいています。オーストラリア、マレーシア、インド、それから韓国かな、今やって一緒にお仕事させていただいています。あとはベトナム人のローカルのクライアントの方々ばかりという形になります。で、僕は10年ベトナムにいると言っておきながら全くベトナム語は喋れないので、まあ、数字を言えるぐらい挨拶数字程度しか喋れないので全て英語になります。ところが日本と違ってですね、まあ、これ驚かれるかもしれないですけど、日本と違ってある程度のレベルの教育を受けた方はみんな英語できますし、それから学生でもやっぱり意識が高い子が多いので、英語を結構勉強できる、喋れるんですね。これはやっぱり全然日本とは違う感覚です。なのでまあこれからベトナムに来ようと思っている方は、まあ、何を差し置いてもやっぱり英語が重要かなというふうに思う。これは別にベトナムに限らずですけど、まあ、その共通語である英語っていうのがものすごくこう途上国では全然いいですねという形になります。あとはコミュニケーションに関しては、なんだろうな、僕英語もあんまりうまくはないんですよ逆にまあ喋れますけど、そんなになんかネイティブほど喋れるわけじゃないし、文法もぐちゃぐちゃなので、やっぱりこう絵を描いたりとか、こう模型で話したりとか、そういうことがすごく重要で、あ、写真をこう見せたり、リファレンスを見せたり、あとは模型をこう見せたり、スケッチをその場で描いて説明したりみたいな方がやっぱり重要かなと思っていて、そういう意味ではなんかパソコンのグレードが上がったりとか、ネットがすごく強くなったり、すぐに写真出せるようになったとき、今の環境がものすごく我々にとっては追い風で、ものすごく仕事しやすくなっていますね。はい、今回お見せするガーハウスという住宅についてなんですけど、まあ、もともとこの仕事も少し面白い状況で始まっていて、ある日ですね、メッセージが入って、メールが入ったんですね。で、アメリカからのメールが入って、ベトナムに住宅を作りたいというオファーがあって、何の話だろうと思ってよく聞いてみると、ベトナムの、戦争時代に亡命した家族がいて、家族が別れたんですね。お母さんとお父さん。で、お父さんはアメリカの方に行って亡命、お父さんと子供たちはアメリカの方に亡命したんですけど、で、お母さんと何人かの兄弟はベトナムに残ったという。で、アメリカに住んでる兄弟たちがお金を募って、ベトナムにいるお母さんのために住宅を作りたいということで、うちのオファーがあった。で、もちろんベトナムの、彼ら兄弟、確か7人か8人だと思うんですけど、彼らがお金を持ち寄って、でもなんか、いい住宅をお母さんのために建てたいと。で、ガーさんというんですけど、そのガーさんのための住宅を作りたい。というふうに始まったプロジェクトです。で、もともとこれヒアリングで言ったらですね、もうものすごくこう超高密度なエリアなんですね。ホーチミン10
10区で、カクマンタンタンという通り沿いなんですけど、ね、ものすごい高密度になっていて、その高密度のエリアの中にいかにこう快適な住宅を作れるかということがテーマになっています。もう隙間なく建物が立ち並んでいるので、普通に建物を建てたとしてもなかなかこう光を入れ込んだりとか、あるいは直射光が入るのはそれはそれでまずいわけです。直射光を軽減しながらいかにこう反射光を内部に入れていくのか、またその風がいかにこう流れるような住宅を高密度の中で作るかということがテーマになっている住宅です。で、ガーさん、そのお母さんにですね、この敷地について聞いたんですけど、彼女は40年ぐらい同じ場所に住んでいて、もう40年前とかもう何もない場所だったんですね。もう何にもない場所で、今もうすごい立ち並んでいて、もう状況が全然変わる。ちょっとずつ周りが立て込んでいて、彼女の土地だけが残っていたと。とても面白い話を聞かせていただいたんですけど、まあ、その中でいかにその、なんだろう、彼女が昔いたような、その開かれたというか、こう開放的な環境を作れるかということがデザインの最初の拠り所になったということになります。で、先ほど言ったようにこの建物がこうあってですね、この建物がある中で、この住宅なんですけど、太陽の進行方向が東から西へこういうふうに動くんですね。それに応じてこう斜めに建物をカットして。建物を反射、ここに光を当てている反射光で内部を照らすというふうになっています。これはなぜかというとですね、南国の建物はあと直射光が近畿でですね、もう本当に暑くなるんですね。なのでそれを軽減するためにいかにこう光をリフレクションで入れるかということがポイントになります。例えばトップライトのルーバーだったりとか、西日軽減のためのルーバーも全てリフレクションに光を入れるためにあるもので、できるだけこう光を閉じるので、閉じると真っ暗になっちゃって風も動かなくなるので、いかにこう光をリフレクションで入れるかということをテーマにしています。で、もう一つですね、外から見ると建物は塊のように見えるんですけど、中に入るとこうボイドと言ってるこう空気がこう一つながりで全部つながっていくんですね。1階のリビングダイニングキッチンスペース、ダイニングキッチンスペースから、2階のリビングスペース、3階のワーシップスペースまでこう一つながりで空壁がつながっていって、それとともにこう斜めにカットされた開口部から光と風が注がれるような立体的な庭となるような住宅を目指して。ベトナムの設計はなぜかうちの事務所は結構こういう高密度な建物がすごく多くて、要するに都市住宅ですね。でこれは日本から来た建築家にとってはすごく面白いというか挑戦できるようなその建物でして、なぜかというと、これとはまた違う形式、タウンハウスというその長屋形式の住宅もあるんですけど、ああいうものとかこういうものとかはもう住むのがすごく大変なんですね。プライバシーも取るのも大変ですし、それから風も通りにくいですし、セキュリティも考慮しなきゃいけないということで、思ったよりも意外と設計するのが難しいんです。なので我々にとってはこういったなんか都市型住宅、ベトナムの都市型住宅にチャレンジしていくのは非常に面白いと思ってますし、何かこう建築家にとって、チャレンジして何か社会的な貢献ができるというのは非常に面白いチャンスなんじゃないかなというふうに思います。メッセージということで、日本に建築を志す若い人たちへのメッセージを、述べさせてもらいますけど、ちょっと今僕がベトナムで10年やってるというのは皆さんにとってはなかなか信じられないことなのかもしれないんですが、まあ、僕にとってはあんまりそもそも日本とか海外とかっていうハードルがあまりない状態で、でこの感覚はおそらく今はハードルがあるように見えていても、10年後20年後にはもっとハードルがなくなって、アジア全域が
ドロドロとこう融和していく、メルトダウンしていくような感じがしています。それは僕が東南アジアにいるから他の海外の人たちと話し仕事をしていると思うんですけど、特にその ASEAN の国々に関してはボーダーがあまりない、日本だけがボーダーがあるように見えているんですが、今後何かしらこう状況が変わっていって、おそらく10年後20年後には皆さんのうち10人に1人は海外で仕事をしている環境になっているかもしれない。まあ、その中でいかにこう若いうちからこう海外で面白い経験を積めるかというのも一つのポイントになると思っています。なのでなんだろうな、僕からメッセージを言うとすると、なんだろう、まあ、建築というのはどこでも設計はできるので、何かこう自分がいかにこう楽しめるような環境に自分を持っていけるのかということも非常に重要だと思うので、まあ、あるいは建築家の方々だけではなくて、投資家の方々、クライアントの方々、それから建設関係者の方々もベトナムに来る機会も多いと思うんですけど、まあ、状況が違うということを逆に楽しめるようなそういうマインドで皆さんベトナムに遊びに来てもらえると非常に面白いかなというふうに思います。これからどんどん発展していくし、10年前のベトナムと今現在のベトナムでも全く違うように、多分10年後20年後には全く変わっていると思います。なので興味を持っていろんな国で仕事をしていくということも一つ考えてみてもいいんじゃないかと思います。